進出、プレッシャーのかかる今日のゲーム、その中で日本、開始早々13分、フリーキックのチャンス、キッカー宮間、澤がヘディング合わせて先制です。この時間帯本当に良かったですね。そうですよね、時間帯良かったし、東水、澤、どちらでもいいと思って合わせたと思うんですよ。あ、後ろにいますね。はい、いいとこ走りましたね。そしてその2分後、東水、長里、最後は大野。このゴールも本当になでしこらしいゴールでした。いや、ね、今日ね、このゴールはね、本当に圧巻ですよね。はい、長里のキープ力ね。そして、はい、ここ個人ですよね。あとシュートしっかり打ってましたね。そして日本39分です。宮間のコーナーキック、再び澤、うん、先ほどパー、そして宮というね、まあ、こういった駆け引き、試合の中でのまあマネジメントができるまあベテラン選手らしい点ですよね。見事な宮間のさばき。さあ、これで2点目。一方後半メキシコです。4分、21番マジョールからこの右足のシュート。そうですね、この時間帯、後半のこの時間帯は日本がシュート握ってるように見えてたんですけど、はい、なんとなくやっぱりシュートまで持っていかれたっていうところですよね、はい、まあ、これ一つの課題ですよね、はい、ただ一方日本後半の11分です。澤、大野とつないで長里の振り向きからのこのシュート、うん、いや、この反転が良かったですよね、はい、わずかにポストではありましたが、うん、長里らしいディフェンダーに当たってのポストということでしたから、惜しいシュートでありました。そして残り10分、後半35分です。金が長里、最後金が、そして澤、うん、これはハットトリック。いや、これは本当にね、大会前に積み重ねてきた、はい、ポジションがあったり、はい、私パスで崩していこうというところのね、はい、連携ですよね。何人もが絡んで最後澤が攻めになってしっかり決める。ただこれこそが今回なでしこらしい点ですよね。はい、そして澤は2001年12月4日アジア女子選手権チャイニーズ台北戦以来のハットトリック達成。この時は4得点ということでしたが、最後は残り時間1分、この長里のプレーでしたが、ここはゴールならず。ただ今日は非常にいい活躍を見せた長里。最後は4対0のままホイッスル。これで日本95年大会以来の決勝トーナメント進出を決めています。さあ、今日のゲーム